こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。総集編銀行ぐるぐるポイ活年間 38,160 ポイント、これを見れば全部わかるについてお伝えしてまいります。ポイ活投資チャンネルでは多数の銀行ぐるぐるポイ活を紹介してまいりました。本日の動画ではご紹介したすべての銀行ぐるぐるポイ活をわかりやすくお伝えしてまいります。なんとですね、お金を消費せずとも年間 38,160 ポイントゲットができるんです。他にも稼げるポイント制度ありましたら、ぜひぜひコメント欄から教えてくださいね。では中身を見てまいりましょう。本日の動画の目次は3点となります。本動画の概要欄に各目次に飛べるリンクを配置しておりますので、必要な箇所でも見ていってくださいね。目次1つ目となります。銀行ぐるぐるポイ活とはです。銀行ぐるぐるポイ活はポイント制度のある銀行に入金や振り替えを行うことでポイントのみをゲットする仕組みのことなんですよね。ここで重要なのが資金の移動のみでお金を消費しないということが重要なポイントとなります。概要図でご説明いたします。まずは〇〇銀行があります。例えばこちらに1万円あったとします。こちらの銀行からポイント制度のある銀行に振り込みを行いますと入金ポイントがいただけるんですよね。そしてこちらの1万円につきましては他のキャッシュレスや振り替え等に行います。そしてこの時振り替えポイントもいただけるんですよね。そして貯まりました1万円はさらに元の銀行に戻すんですよね。このように毎月資金をぐるぐる回すだけで入金ポイントと振り替えポイント両方いただけるというのが銀行ぐるぐるポイ活となっております。銀行ぐるぐるポイ活では年間 38,160 ポイント稼げるんですよね。その内訳はご覧の表の通りとなっております。こちらの表をさらに分割いたしますと、ポイ活は大きく分けて6つに分かれております。1つ目は振込入金、2つ目は給与年金受け取りまたは自動入金、3つ目はキャッシュレス決済、4つ目は即時決済その他決済、5つ目は振り替え、6つ目は外貨積み立てというようなポイント制度を用いたポイ活となっております。この中で自動化ができるものもあるんですよね。こういったところは手間を省くことができます。一方で手間のかかるポイント制度もあります。駿河銀行スマ口座ではなんと100回のチャージも必要なんですよね。他にも T ネオバンクですと1日1回の即時決済を10日間に分けて行う必要があったりしますね。ではご覧の表の通りポイント制度、まずは1つ目振り替え入金について詳しくご説明いたします。1つ目のポイント制度は振込入金となります。対応している銀行はご覧の通り5つとなりますね。このうち上4つの銀行につきましてはなんと自動化が可能なんですよね。自動化を可能にする機能につきましては自動振込機能と自動入金機能を用いるんですよね。ポイントの貯まる B 銀行に自動振込で入金をさせます。貯まりました資金につきましては元の銀行に自動入金で資金を戻すということですね。ポイントとなるのは自動振込、自動入金といったところを覚えておきましょう。自動振込と自動入金のある銀行についてリストアップいたしました。まずは自動振込の機能についてですが、三井住友銀行オリーブアカウント、住信 SBI ネット銀行、イオン銀行に楽天銀行、GMO 青空ネット銀行が定額自動振込無料で実施することができるんですよね。無料回数につきましては各銀行の優遇制度を利用いたします。この中で三井住友銀行オリーブのみ優遇制度ではなく、どなたでも同一口座2件まで無制限で無料回数となっているんですよね。それ以外の銀行につきましては優遇制度次第で回数が異なってまいります。続いて自動入金のある機能につきましては、住信 SBI ネット銀行とイオン銀行については自動入金実施できますね。手数料につきましては無料となっております。振込入金におきます銀行ぐるぐるポイ活につきましては、こちらの関連動画で詳しくご紹介をしております。ポイントマシンの構築方法ということで、全自動銀行ぐるぐるポイ活年間 13,700 ポイントゲットができるという動画となっております。関連動画は本動画の概要欄に URL 貼り付けておりますので、ぜひ見てくださいね。続きまして振込入金のみんなの銀行となります。こちらは残念ながら自動化ができないんですよね。ですが非常に簡単な仕組みとなります。振込手数料が無料の銀行からみんなの銀行に振り込みを行います。貯まった資金につきましてはコトラ送金を用いまして元の銀行に戻すだけなんですよね。これにより月100ポイントゲットすることが可能となっております。コトラ送金につきまして対応している金融機関はご覧の通りとなっております。都市銀行につきましては4つ全部対応しておりますね。
ネット銀行につきましては、みんなの銀行と SBI 新生銀行となります。地方銀行につきましては、50の地方銀行が対応しております。みんなの銀行を活用いたしました、ぐるぐるポイ活、そしてことら送金など、送金アプリを詳しく説明した関連動画もございます。こちらの関連動画、本動画の概要欄に URL 貼り付けておりますので、ぜひ見てくださいね。続きまして、年間 38,160 ポイントの2つ目のポイント制度となります。給与年金受け取り自動入金機能についてです。では中身を詳しく見てまいりましょう。給与年金受け取り自動入金につきまして、まずは見てまいりましょう。au 自分銀行となります。au 自分銀行では定額自動入金を行うことで、毎月15ポイントゲットができるんですよね。対応している金融機関につきましては、ご覧の通りとなります。私の場合ですが、住信 SBI ネット銀行を利用しております。定額自動入金で au 自分銀行へ入金され、貯まった資金につきましては、住信 SBI ネット銀行の定額自動入金で戻しております。毎月この通り自動的にぐるぐる回すことで15ポイントゲットすることが可能なんですよね。給与年金受け取り自動入金のポイント制度につきまして、まずは au 自分銀行と住信 SBI ネット銀行を利用いたします。 au 自分銀行の定額自動入金で資金を入金いたします。これにより15ポイントゲットができます。さらに住信 SBI ネット銀行でも自動入金を行うんですよね。これにより au 自分銀行に貯まった資金を回収することができます。このように毎月定額自動入金でぐるぐる資金を回すことで完全自動化ができるんですよね。ゲットできるポイントは住信 SBI ネット銀行で30ポイント、 au 自分銀行で15ポイントとなっております。続きまして、給与年金受け取り自動入金の T ネオバンクについてです。こちら T ネオバンクでは、一旦給与と年金を受け取った上で定額自動振込で他の銀行へ移すという仕組みとなります。これにより月30ポイントをゲットすることができるんですよね。なので定額自動振込は優遇制度で手数料無料となっております。 T ネオバンクのポイント制度につきましては、関連動画で詳しくご紹介しているんですよね。リスクなく美味しくゲットしようということで、年間8940ポイントゲットができます。関連動画は本動画の概要欄に URL 貼り付けておりますので、ぜひ見てくださいね。続きまして、年間 38,160 ポイントの3つ目のポイント制度となります。キャッシュレス決済となります。対応している銀行は au 自分銀行と鶴ヶ銀行スマ口座となりますね。では中身を見てまいりましょう。au 自分銀行と鶴ヶ銀行スマ口座では、キャッシュレス決済にチャージを行うことでポイントがいただけるんですよね。そのキャッシュレス決済の中に PayPay が含まれております。こちらの PayPay の場合は、出金手数料が無料で元の銀行に戻す仕組みがあるんですよね。 au 自分銀行では月150ポイント、鶴ヶ銀行スマ口座では月500ポイントを稼ぐことができます。それぞれ au 自分銀行と鶴ヶ銀行から PayPay へチャージをするんですよね。そして PayPay から PayPay 銀行に手数料無料で出金を行うことが可能です。そしてプリンを用いまして、元の au 自分銀行鶴ヶ銀行に資金を戻すということになります。 au 自分銀行のぐるぐるポイ活と鶴ヶ銀行スマ口座のぐるぐるポイ活につきましては、関連動画で詳しくご紹介をしております。こちらの関連動画は本動画の概要欄に URL 貼り付けておりますので、ぜひ見てくださいね。続きまして、年間 38,160 ポイントの4つ目のポイント制度となります。即時決済、その他決済となります。対応している銀行は T ネオバンクとなりますね。では中身を見てまいりましょう。T ネオバンクでは2つのポイント制度を利用いたします。まず1つ目は即時決済サービスとなります。月間最大200ポイントゲットができるんですよね。即時決済に対応しております証券会社を利用いたします。T ネオバンクから証券会社に入金を行うんですよね。するとポイントがいただけるという仕組みとなっております。ただし条件がありまして、1日1回までの入金となりますね。これを10日間繰り返すことで最大200ポイントをゲットすることができます。貯まりました資金につきましては、証券会社から T ネオバンクに戻すということになります。こちらの手数料は無料となっておりますね。T ネオバンクの2つ目のポイント制度は、その他決済サービスの利用となります。こちらは月間最大5ポイントとなりますね。 T ネオバンクからスマホ決済に入金を行います。対応しておりますスマホ決済についてはご覧の通りとなります。
おすすめなのはプリンとコインプラスとありますね。こちらは手数料無料で元の銀行に戻すことが可能となっております。続きまして、年間 38,160 ポイントの5つ目のポイント制度となります。振り替えとなりますね。対応している銀行は au 自分銀行、駿河銀行、 G ポイントクラブ、 SBI 新生銀行の3行となっております。では中身を見てまいりましょう。振り替えポイント制度のまず1つ目は駿河銀行 G ポイントクラブを見てまいりましょう。なんと月間775ポイントゲットができるんですよね。駿河銀行 G ポイントの振り替えぐるぐるにつきましては大きく2つのルートがあります。1つ目は au 株コム証券を使うルートと、もう1つは住信 SBI ネット銀行を用いるルートとなります。まずは au 株コム証券のルートですが、 au 株コム証券で毎日投資信託を購入するような設定をしておきます。これにより毎日振り替えが行われるんですよね。その度にポイントがいただけるという仕組みとなります。そして貯まりました投資信託につきましては売却を行いまして、売却した代金を元の駿河銀行に戻すというような仕組みとなります。このような仕組みですと年間およそ2340ポイントほどゲットすることができます。2つ目の仕組みは住信 SBI ネット銀行を用いる方法となります。住信 SBI ネット銀行側で自動入金の設定を行います。駿河銀行は振り替え扱いとなりますので、その都度ポイントをいただくことができるんですよね。ただし SBI ネット銀行では自動入金の設定が1ヶ月に1回しかできませんので、住信 SBI ネット銀行のその他の支店を開設いたします。なんと11支店開設を行いますと年間で6960ポイントほどゲットができるという流れとなっております。続いて振り替えポイント制度の au 自分銀行と SBI 新生銀行となります。利用する振り替えにつきましてはクレジットカードが良いかと思います。 au 自分銀行では15ポイント、新生銀行では10ポイントゲットができるんですよね。さらにこのクレジットカードにつきましては証券会社のクレカ積立と相性がいいですね。クレカ積立で即利を行いますと代金につきましては元の銀行に戻すことができます。毎月このようなルートをぐるぐる回すだけでポイントのみをゲットできますし、クレカ積立のポイントもゲットができるんですよね。続きまして、年間 38,160 ポイントの6つ目のポイント制度は外貨積立となります。対応している銀行は au 自分銀行となりますね。では中身を見てまいりましょう。au 自分銀行では外貨積立を行いますと最大750ポイントをゲットができるんですよね。ただし条件がありまして、前月または当月に外貨から円への払い戻し取引がないことが条件となっております。この条件により au 自分銀行外貨積立のポイ活では3ヶ月に1回750ポイントをゲットができるんですよね。ご覧の概要図の通りとなっております。例えば7月に積立設定を行いますと月末に購入が行われます。そして8月1日月初に売却を行いまして払い戻しを手続きを行います。そして続けて積立設定も解除するんですよね。こうすることで8月と9月につきましては積み立てが行われなくなります。そしてさらに10月に入りますと積み立て設定をもう一度設定を行います。10月の月末に購入が行われ、11月の月初に売却払い戻しを手続きを行うと、このようなルートを行うことで3ヶ月に1回750ポイントゲットができるというような仕組みとなっております。本日の動画で有益な情報はありましたでしょうか。ポイ活投資チャンネルではお金をかけるともポイントのみをゲットできるような仕組みを多数ご紹介しております。ポイ活投資チャンネルは2023年6月にポイ活に目覚めたまだまだ初心者なんですよね。皆さんとポイ活情報を共有し、いっぱいポイントをゲットしちゃいたいと思っております。ぜひコメント欄からいろいろ教えてくださいね。チャンネル登録やグッドボタン応援よろしくお願いいたします。目次3つ目はお得なキャンペーンとなります。本日ご紹介いたしました銀行につきまして、ポイントサイト経由で新規に発行いたしますと、なんと 48,300 ポイントもゲットができちゃうんですよね。内訳はご覧の表の通りとなっております。特にポイントが大きいのは三井住友銀行オリーブアカウントとなります。こちらは公式のキャンペーンですが、32,000 ポイント最大でゲットができます。これを機会に銀行ぐるぐるポイ活始めてみてはいかがでしょうか。
各銀行のキャンペーンの URL につきましては本動画の概要欄に貼り付けております。ぜひ覗いてみてください。さらに大手のポイントサイトでは新規に ID を作成いたしますと2000ポイントゲットができるんですよね。まずハピタスのご紹介となります。9月30日までの登録者限定ということで最大2000ポイントゲットができます。紹介 URL から新規 ID 作成する必要があります。こちらの URL は本動画の概要欄に貼り付けております。続きまして2つ目のサイトはポイントインカムとなります。こちらもお友達特典ということで入会ボーナスで1000ポイント、交換ボーナスで1000ポイントゲットができます。紹介 URL と紹介コードが必要になりますのでぜひこちらをご利用ください。3つ目はモッピーのご紹介となります。こちらもお友達への特典ということで入会後のミッションクリアで2000ポイントゲットができるんですよね。紹介 URL と紹介コードは本動画の概要欄に貼り付けております。ぜひ覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。本チャンネルでは投資、ポイ活、貯金節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことでゆとりある老後資金の確保を目的としたチャンネルとなっております。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。